上空から見ると土砂崩れの規模がはっきり分かります泥と建設廃棄物が急流となり新鮮の工業団地を飲み込みました場所によっては泥が深さ10メートルに達しています建物の損傷はひどく中にいて生き延びられた人などいるのだろうかと思わせるほどです しかし救助隊は今も行方不明とされている70人以上を捜索していますシンセン消防署のシェン・ウェイヨンさんです 3箇所で生命反応,がありました反応があったこれらの位置を確認後掘り起こし捜索して救助活動を行っていますが生存者は見つかっていませんさらなる掘り起こし位置確認捜索を行っています建物倒壊のリスクから救助隊にとって危険な任務であり捜索が難航しています行方不明者の親類は夜間で捜索が中断したという報道で憤慨 一方で中国のソーシャルメディアでは安全基準の欠如を非難する書き込みが削除されました事故原因や責任の所在を問いただす声が今後出るのは必至ですしかし今はまだいるかもしれない生存者を探し手遅れになる前に救助することに集中しています BBC